エルチチャンネル。皆さん、こんにちは。エルチチャンネルのマリサと、霊夢だよ。アクトレイザールネサンスの続きをお送りいたします。いよいよノースボール最後の魔物の巣を封印するんだね。うむ、この巣を封印した後、ノースボールの指導者たちが、フロトと話しに行くようだ。タヤちゃんの願いもあるし、仲良くできる方法があるといいねー。うむ、だがまずは封印だぜ。むむむ、強そうな魔物の気配？この土地を守護する魔物だな。だがマーマンフライでは今の私の脅威にはならないぜ。まずはオーラの魔法でマーマンフライを撃破する。範囲攻撃で発言機にもダメージが入るのはいいね。魔力結晶を回収して、発言機も破壊していくぜ。サタに逆らう人間どもよ、愚かにもまだ抗うのか。俺が最後の警告だ。この血を去れ。私たちはあなたたちと共存したい。何だと？例えば山はすべてあなたたちの土地とし、私たち人間は決して立ち入らないとするのはどうだろう。お互いに危害を加えないと約束するのだ。なんなら困りごとには協力し合ってもいい。そうすれば。人間ごときだ。一体何を勘違いしている？サタン様の望みはこの地のすべてだ。そのために貴様らを殺し尽くすことなど、実にたやすい。交渉の余地など。あなたは本当にそれを望んでいるのか？何？サタンの望みを叶えるなら、警告などせず、私たちを皆殺しにできるはずだ。でも、あなたはそれをしていない。タヤが言っていた。あなたは人を虐げることなど決して望んでいないのだと。もしあなたがサタンに逆らえず苦しんでいるのなら、私たちはあなたと共に抗おう。我らが神はあなたのこともきっとお守りくださる。人間どもが我を助けて、この我に神にすがれだと。言わんこっちゃない。掘らせてしまったみたいですよ。あれ、まだ生きてる。貴様ら人間の言うことは、まるで不可解だ。しばし、貴様らの言い分の意味を考えてやろう。わからぬままでは、尺だからな。一時はどうなることかと思ったけど、人間さんたちが無事でよかったよ。ああ、それにしても驚いたのはフロトだ。過去にノースボールを壊滅に追いやったフロストワイバーンは、本能のままに殺戮を繰り返す恐ろしい怪物だったんだ。だが、フロトは人間たちの言葉に耳を傾けていた。過去に私が倒したフロストワイバーンとは存在自体が違うが、こんなことが起きるとは。何にしても、みんなで仲良くできたらいいね。そうだな。おお、神よ。北東に巨木が立っているのをご存知でしょうか。我々二人はどうにもあの気が気にかかって仕方がなく、吸い寄せられるように巨木の下へ向かいました。すると、あの木の幹には消えかかった文字で、イニシャルが二つ彫り込まれていたのです。これは数千年前にも、この地に人が住んでいたという証、なのでしょうか。さらに不思議な予感がして、木の根元を掘り起こすと、土の中から巻物が一つ見つかりました。なぜそのようなことを知っていたのか、私たちは首をひねるばかりでした。見つかった品は神に捧げます。どうぞお納めくださいませ。不思議な感覚に呼ばれたとすれば、それは魂の過去の記憶かもしれませんね。木に刻まれたイニシャルは、この二人が遠い昔に生きた時に刻んだものだったんですよ。人間の魂の記憶は大抵失われてしまうものですが、こうして不意に思い出されることもあるんです。二
発の魂が巡り巡って、また同じ地に、生を受けて生きている。ちょっと素敵な話ですよね。前世で巨木に書いたイニシャルが残っているなんて、なんだかとってもロマンチックだね。ふふ、実はな霊夢。あの二人は過去のノースボールでも、自分たちの皿に前世でのイニシャルを見つけているんだ。じゃああの二人は、うむ、二人の魂は巡り巡って、いつも共にあるんだ。素敵なことじゃないか。人生を超えて一緒にいるなんて、本当に素敵な絆で結ばれているんだね。まあ、私と霊夢もどんな世界でも一緒だけどな。たまにマリサは声だけで、私だけ厳しい世界に送られることもあるけどね。タヤ、聞いたよ。考えてみてくれるって、フロト、そう言ったんだよね。そうだよ。だって、フロトは人間と争いたくなんて、なかったんだもん。きっと仲間になってくれるよ。タヤの大好きなフロトと、大好きなみんなが仲良くなって、それにね、神様と天使も、みんなで一緒に戦ったら、きっと怖いものなんて何もないよね。本当に、そうなったらいいなぁ。タヤ。あ、どうしたの？フロトからお返事、あった。そう、それが、魔物が来てるんだ。それも、かつてないほど大量の群れが、山の方からこちらに向かってきている。そっか、きっとそれフロトがやったんだよね。タヤ、戦おう。みんなの家を守らなくっちゃ。マリサ、どうして、なんでフロトが魔物を送り込んでくるの？人間さんたちとのこと、考えてくれるって言っていたのに。霊夢、落ち着くんだ。先のやりとりから考えても、さすがに突然魔物を送り込んでくるのは不自然だ。フロトに何かあったのかもしれない。むむむ。何にしても魔物を撃退していくぜ。まずはフィロトスさん。共に戦おう。ミグラナさん。このミグラナが相手ぞ。このまま敵を押し返すぞ。南東の魔物で最後だよ。助かった。なんとか、ノースウォールを守り抜くことができたな。タヤ、大丈夫かい？タヤは平気。ごめんね。みんなは頑張ってくれたのに。やっぱりタヤは嘘つきだったの。フロトはきっと、変わっちゃった。もう、タヤの知ってるフロトは、どこにも、いないんだ。君の友達なんだろう。君が信じるのは当たり前じゃないか。タヤ、私たちは君の味方だ。だから、君の友達を信じたい。それなのに、君が諦めてどうする？私たちには神がついているんだ。神が我々を見守ってくださっている限り、私たちは信じることを続けよう。みんな、ありがとう。タヤ、行ってくる。フロトともう一度、話してくる。ああ。神よ、友をけなげに信じ続けるあの子の未来をどうかお照らしください。これは先ほどの戦いの際、魔物の血で溶けた雪の中から見つかった光の魔法です。我々の信仰の証にこれを献上いたします。ふう、突然の襲撃だったからびっくりした。うむ、フロトに何があったのか気になるが、タヤちゃんがフロトと話に甘え向かったようだ。私たちも今は動向を見守ろうじゃないか。そうだね、今は人間さんの食料備蓄をお手伝いするよ。おっと、北西に果実がなったようだ。おお、これで食料の備蓄はバッチリだね。人間たちは、マリサ様に感謝の言葉を伝えたいようですよ。あ、神よ。あなたのお導きにより、我らは十分な量の食べ物を蓄えました。辛く長い冬も、食料にさえ困らなければ、
きっと耐え抜くことができるでしょう。我らを温める、神の優しき光に感謝いたします。やれやれ、食べ物問題はなんとかなったようですね。せっかくマリス様が目をかけてやったんですから、これでこの冬をしっかり生き残ってほしいものです。喜んでもらえてよかった。これで私への雪見団子のお供えも安泰だわ。ふふ、随分と雪見団子が気に入っているようだな。うん、ほんのり甘くてもちもちなんだけど、冷めても柔らかいままで、とっても美味しいんだよ。そうかそうか、なら私の分も食べていいぜ。え？マリサの分？うん。ああ、そういうことね。オッケーオッケー。安心してよマリサ。最初から私が全部食べてたから。マジでか。お、神よ。神の封印のもと、魔物の巣は着実に、白き大地より姿を消し始めております。ですが近頃、封印を逃れた魔物どもが我らの町に狙いを定め、執拗に襲ってくるのです。奴らは非常に執念深く、凶暴です。我ら人間の力だけでは太刀打ちできないかもしれません。どんなに人間たちが努力しようとも、結局、こういう時に頼りになるのは僕だけだってことですよね。マリサ様、見ていてくださいね。僕、頑張ってきますから。マリサ様、上空から、魔物どもが町に向かってきています。あちらは、僕と霊夢さんの家で対峙してやりますよ。さあ、かかってこい。そうだ、かかってこい。そういえばいつも上空から魔物が襲ってくるときは、霊夢も天使ちゃんもやる気満々だな。天使ちゃんが頑張って、マリサに褒めてもらいたいらしくて、そのやる気が私にも流れ込んでくるんだよね。そうだったのか。ふふ、霊夢にもだが、天使ちゃんにもいつも感謝しているで。ああ、神よ。邪悪を射抜く天使の矢により、生き残りの魔物はその数を減らしました。これほど数が減れば、我らの身でも十分に対処することができるでしょう。神のもたらしたもうた光に感謝いたします。え、もう自分たちだけで大丈夫って。本当ですかね。そんなことを言わず、もっと僕に頼ってくれたらいいのに。なぜでしょう。楽ができて嬉しいはずなのに、なんだかちょっと寂しいです。お疲れ様だぜ。あ、マリサ、タヤちゃんがフロトのところに着いたみたい。フロト、どうしたの？苦しいの？来るな。我は、もう、お前の知る我ではない。サタンの血の支配が、日に日に強まっているのだ。やっぱり、タヤ、知ってたよ。フロトはこんなことしたいわけないって。タヤ、フロトを助けたいの。怖いものに支配なんて、されないで。無理だ。血の定めには、抗えない。我は、やがて、意識を失い、完全なるサタンの魔物となり果てるだろう。タイヤ、我のことは忘れ、我は、お前の大事な、人間どもの敵なのだ。フロト、フロト。さあ、行くぞ。魔物たち、人間どもの巣を破壊しつつのだ。やめて、フロート。そんなこと、させないよ。マリサ、フロートが。わかっている、あれはサタンの呪縛だ。だが今は防衛に集中するんだ。東の山から強大な魔物の気配がする。本当だ、今までの魔物とは比べ物にならない気配だよ。マリサ様、巨人の魔物が現れ、町に侵攻しています。
あの魔物は危険です。倒さなければ、この地は破壊の限りを尽くされるでしょう。なんとしても、この町を守りましょう。あの魔物、オーラをまとった近接攻撃の得意な魔物のようだ。ならば、ミグラナさん。我が剣でほふってくれようぞ。そしてフィロトスさん。任せておけ。神殿は私と霊夢が守る。二人とも、タヤちゃんと協力して、巨人の魔物を撃退してほしい。すごい、巨人の体力がどんどんなくなっていくよ。もう少しだ、みんな、頑張ってくれ。おお、やった。タイヤは無事だな。グー、我の意識ももう長くは持つまい。いつかこんな日が来るとは分かっていた。我が我でなくなる。そんな日だ。我はサタンの化身、恐怖を、破壊を、死をもたらす魔物なのに滑稽だな。そのように生まれついているとしても我は壊すのではなく慈しんで寝たかったのだ。タイヤ、お前といた短い時間のように、神よ、魔物の声は果たして天に届くだろうか。神よ、どうか我を倒してくれ。孤独だったあの子のできた居場所を、仲間を、この我が奪ってしまう前に、あの子は、我が我であったことの証。たった一つの宝なのだ。フロト。わかったよ、フロト。タヤは、タヤは絶対、フロトに殺されたりしない。ここのみんなを、フロトから守るよ。フロトの苦しみを、終わらせるよ。何これ？タイヤ、どうしちゃったの？これは、マリサ様、騎士の宝玉です。タイヤは、聖玉の英雄の一人だったんですよ。タイヤは、英雄？英雄って、何？神と共にサタンを滅ぼす、運命に選ばれし存在。それが英雄です。サタン、フロトを苦しめる怖いものだよね。うん。それならタヤは英雄。サタンとだって、戦ってみせるよ。待ってて、フロート。神様とタヤが、フロートの苦しいの、きっと止めるから。マリサ様、しばらく発展の手助けをしながら、人間たちの様子を見てみましょうか。フロト、その思い、確かに受け取ったぜ。サタンの眷属だとしても、大切なものを慈しみたいと思っただけなのに。マリサ、私はフロトの優しい心を呪縛で塗りつぶしたサタンが許せないよ。ああ、タヤちゃんが聖玉の英雄として目覚めた今。サタンと戦う準備はできたと言っていい。だが、その前に、サタンによって魂を汚されてしまったフロストワイバーンを倒そう。何よりこれは、フロトの願いでもある。私は神として、フロトの願いを聞き届けると決めたぞ。うん。フロトがいなくなってしまうのは悲しいけど、フロト自身の手で、フロトの大切なものを壊させるわけにはいかないよ。間もなく信仰の力が溜まり、私は権限することができるだろう。その時こそ、決着の時だ。というわけで今日はここまでです。
最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching だよ。